右から2番目の人物が、ピーター・アグレ。ピーター・アグレは、アメリカ人の医学博士、分子生物学者。2003年に、アクアポリンの発見により、ロデリック・マキノンと共に、ノーベル化学賞を受賞した。ピーターは、ミネソタ州、ノースフィールドで生まれ、ミネアポリスのアウクスバーク大学で学士を取り、1974年に、メリーランド州ボルティモアのジョンズ・ホープキンス。 大学医学校で医学博士号を取得した。現在はノースカロライナ州ダーラムのデューク大学メディカルセンターで副学長をしている。2000年に全米科学アカデミーの2003年にはアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれた。また、米国のための科学者、工学者の設立メンバーの一人でアドバイザリー委員会に所属している。2005年に カール・ラント・シュタイナー記念賞受賞。2007年5月18日、ピーターは民主党から2008年のアメリカ合衆国上院に立候補する考えがあることを表明したが、2007年8月29日、立候補を断念すると表明した。そのため、アメリカ初の自然科学分野のノーベル賞受賞者を受賞した上院議員は誕生しなかった。 ピーターはアメリカのボーイスカウトに所属していて、賞ももらっている。また、物理学者の二人の兄弟も、息子もボーイスカウトである。また、クロスカントリースキーが趣味で、スウェーデンの大会などにも出場している。学生の間では、ユーモアのセンスと、謙虚な人柄で知られている。彼が謙虚なのは、父親が科学者であったにもかかわらず、 最初の科学のテストで D の評価を取ったことや、彼の研究は RH 式血液型の分子機構を解明することに橋を発している。ありがとうございます。